これから第3週第2回の講座を始めますこの講座ではお客様を観察することの重要性についてお話ししていきますお客様が来なければサービス産業は基本的にサービスをお客様に提供することができませんお客様が来た時に当然そのお客様がそのサービスを欲しているかどうかというのはわからないわけですが まず最初にスタッフが行うのがそのお客様がサービスを求めているのかどうか求めていないのかどうかなどを判断するためにお客様を観察するっていうことがどこの現場でも行われておりますこのような取り組みを行っている福井県の越前鉄道の取り組みについてご紹介をまず最初にしたいというふうに思います。ね やはりあのすぐ地元の方たちが鉄道が必要だということで動いていただきました。まあそういう運動がですね、まあ延線の自治体ですねを動かして県を動かして、まあ第三セクターという形で鉄道をもう一度残そうという経緯でまあ沿線鉄道というのができました。会社ができた後、まあ電車走る前ですけども、まあバリアフリーのその設備投資ですとか、駅の有人化ですとか。 そういったものをすべて投資をするというのはなかなか費用的には難しい、まあ、構造的に難しいということで、まあ、それなら電車の中にです、ね、切符の販売ですとかそういう観光の案内ができる人を1人乗せればいいんじゃないかというところからアテンダントの乗務というのを決めました大きな業務としましては無人駅からの,その乗られたお客様の切符乗車券の販売それからご高齢の方の乗降のお手伝いですね それとあの観光のお客様とかまあ地元のお客様のその駅から先のバスであったり観光施設のご案内というのを行っています。有人駅が少なくて無人駅が多いという中でまあどうしてもこちらは雪が多いということですとか、まあ車とのその事故とかの障害の時にまあ電車が止まったり遅れたりというような状況ですね。あの結構あった時にその駅の現場の様子がわからないということでそういうカメラをですね全駅に設置しています。またあの お客様がいらっしゃった場合に、まあ、その指令の方から代行、えー、バスのご案内ですとか、電車の遅れが案内できるようなという形で、そういうシステムを入れています,そうです、ね、あのお客様はです、ね、一時期あの、リマーショックの時は少し落ちたんですが、それ以降は増えておりまして、特にあの昨年の新幹線の金沢開業からです、ねあの、観光のお客様もあの多く訪れていただいて、あの毎年、利用者数を更新しているという状況です。 まあお客様の単価が下がっているというのは、地元の方ですとその定期券ですね、固定のお客様が増えているということ、それからその観光のお客様向けの,あのお得な企画乗車券というものをえ作っておりますので、そういったことで、お客様の単価というのは下がっているという状況ですね。固定のお客様、それからあの外からの新しいお客様という、両方のお客様が増えていいるという状況ですまあさらなるその観光のお客様、インバウンドも見越して、誘客というのを図っていきたいと思います。 このように越前鉄道の非常にユニークな取り組みは、電車にアテンダントというスタッフを乗車させたことであります。で、特にバリアフリー化ができていなければ、当然高齢者が使うということもできないということが起こってしまいます。したいまして、アテンダントが高齢者の乗車を改造し、もし観光客の方が電車に乗っていれば、可能な範囲内で観光のご案内をするようなことをこれまで行ってきたところであります。 このような努力の蓄積によって越前鉄道ではお客様の数を増やし経営状況を改善することができるようになってきました同じような取り組みを行っているのは広島市信用組合であります支店の職員は取引先にノンアポイントで赴くということを繰り返しておりますアポイントを取ってしまうと現場が様々な準備をしてしまい本当の現場の状況を理解できないというふうに考えているからだそうです 従いまして広島市信用組合では繰り返し職員が現場を訪問し現場の状況を肌で感じられるようにしているのがあの手術の大きな特徴であります結果として先ほどの越前鉄道のように広島市信用組合も収益力をこのような取り組みによって強化することができるようになってきたわけでありますつまりこの観察を通じて現場の状況をよく理解する で結果として現場の状況がよく理解できたことによって今度より現場の状況に合ったもしくはお客様に合ったサービスの内容を提供できるようになり結果的に品質を向上させることができるということが実現しているわけであります。 このように越前鉄道および広島市信用組合の共通の取り組みは現場の状況を目で確認しそれによって必要なサービスを提供していくということが非常に大きな特徴であるということが言えるわけであります。